あ、おはようございます。お願いします。多分一桁やっぱり。ありがとうございます。すいません、6番です。確実に取れます。いや、引きつえー。それでは行ってまいります。はい、おはようございます。本日は123岩岡店様でお散歩させていただいております。そして僕が狙う台は、そうです、すいません、もっぱついかしてください。あいつにだってさ、最後さ、買ったけど3000枚飲まれてるのは悔しいよね。やーべー、これ俺はもう前回と一緒のこのカード台に行きます。で、一日生岩子店さんというところで末尾1です。で、昨日もいい感じやね。前回は後ろで1万4000枚出ておりました。出されたっておかしいね、俺座ってもないのに。それでは行ってまいります。思いっきりブブブのテーマ流れてるんですけど、あんまそれ関係ないですかね。ただお店様側だけが、お店様側がただ鳴らしてるだけですから、何も関係ない。それでは一発目ブブブ大道も視野に入れて、それでは行ってまいります。そしていきなり使ってはダメなお金から使っておきます。1枚目、それでは行ってきます。僕ね、1週間ぶりです、スロット打つの。うわー、久しぶりに来たこの音ぐらい打ってない。てかね、1週間で僕1回でもスロット回さないのって僕人生で初めてかも。それぐらい追い詰められてる。じゃあなんで固くいかないの。追い詰められた時こそ爆裂機に座る。それが男の真髄ですわ。それがそんまりです。生きるか死ぬかの勝負お見せします。で、前回の動画、あ、僕すっごいにわかでしたね。うん、次もにわかやったね、結局。すごいにわかやったね。分岐は、揃った時点で、超と100が確定したね。で、あそこは設定差がないと。本当にすいませんでした、皆様。申し訳ない。本当に申し訳ないです。でもさ、2回目やから、あれ。ブブブった2回目やから許してくださいよと言ったら、いやいや、今情報いっぱい入れてるんやから調べとけよ。そうですよね、すいませんでした。頑張ります。いやー、1000円早い。気持ちいいこの音。あー、これだけでいく。これだけで脳が今ちょっとざわついたのに、ざわついたんですよね、今の音だけで。今の音でざわついたってことは、じゃあさ、超いってプツンしてみ。そこドライブ来てみ。頭ぶっ飛びますよ。やばすぎるって。それはてか、これ3日前、これミミズ食ろてますやん。3日前ミミズ食らってる台です。じゃあ今日はないよねっていうところで選びました、この台で。前回高設定挙動でしたので、わからないですよ、何の示唆も出てないのでわからないですが、強設定挙動てか高設定だと僕の中では思ってるので、こちらの前回と一緒の台に座りました。で、結構ね、やっぱ1万5、6000回しますけど、やっぱね、設定したら出にくいね、この子。何を今更言ってるんだっていう人もバールブレイバーの中にはいると思いますけど、マジ出にくい設定さ。で、スペック紹介、設定さがあるところ、ま、軽くさらっと、ま、皆様、ま、結構売ってる方は、何を今更と思われるかもしれませんが、売ったことない人のために説明していきます。ボーナスの初当たり確率、設定位置で519分の1です。ま、噛みつき数字貼りましたけど、ま、無視しておきましょう。で、設定6で490分の1です。で、機械割りの方が設定値で 97.3 分の1。あん。で、設定6で 114.9% と、ほぼ 115% と。それをミミズをかわし続けて6を掴んでラッシュを継続させ続ければ終わらないという夢のような台です。あ、すいません、夢のような台ですが終わります。コンプリートしちゃうと終わるんです、この子は。しかもコンプリート他の台に比べるとしやすくなっております。しやすいって言ったらおかしいけど、まあまあまあ、戦国乙女とか、エル北斗とかよりは、まあしやすいですよね。バークル付きなんだよね。この子はもう、こいつが、こいつとからくりが、今のスロットの状況を変えました。で、チャンスゾーンの当選確率にも設定差が若干ございます。もうこれ若干あるんで、そこまで気にしなくてもいいかもしれないですね。まあ、1日打って、まあちょっと他のやつと照らし合わせて、あ、ここ、高設定やなっていうところで、
で設定値は277分の1です、チャンスゾーン。で設定6で258分の1でございます。でその他もろもろいろいろございます。革命ボーナスの当選時のラッシュの突入率であったり、でセット数のゲーム数であったり、でセット数のゲーム数であったり、ラウンド開始画面であったり、終了画面ですね、そこら辺は皆様スマホを見てください。はい、スマホを見ていただいてお調べくださいませ。そこに全て載ってます、今の時代は。ジャイロ技研のソマリです。当たる時だいぶ激しめです。僕ぐらい激しいんじゃないかな、誰かとは言わないですけど、まあ、このシーンであダメじゃんってなるよね。でこんなことを言ってたらいきなりアキラ大先生が飛んでくるっていう可能性もなきにしもあらずなので、皆さんも油断しないでください。まあでもこれは無理かな。はぁ、引きが弱い。で全然短縮できてない、それは良くない。何が来たか、ライゾー、また来た、また引いた。こんなさようなら、ボーン。やべえなこれは。朝一天井とかないよな、まさか。てかね、ここね平日もブブブ入ってるんですよ、何もない時も。綺麗なグラフが多々ございます。だからみな、なので皆様ね、別に何もない時でも123岩岡店様ぜひお越しください。で先ほどタバコ吸ってるお兄さんともお話してたんですけど、もうここでしか売ってないですと。なので皆様123岩岡店様来た方がいいですよ。高設定を積もれる可能性の塊、可能性の獣、123岩岡店様なんです。あ、めちゃくちゃ噛んだわ、大事なところでスラ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 言ったのに。可能性の獣、123岩岡店さんにぜひお越しください。それでは行ってきます。サクちゃん煽る弱っ、まあ大丈夫ですよ、さすがにボタン出てきてちょんちょんポチャーン。上のゲーム数では382回転、こちらのゲーム数ではゲーム、液晶では623ゲームかな。サクちゃんで決めます。サクちゃんはそうです、スイカを引けば夢のような対決。スイカを引けばいいだけという簡単な夢のようなダイエット変わりまして、まあ、絶対に決める、一発で決めよう。もう一発目のチャンスをめちゃくちゃ大事だから、さっき2連続でスイカとか引いてたで、俺見たで。ナイス、何か起きてくれね。これがね弱いんすよこいつ。スイカ違うよ、それじゃない、それじゃない、違う違う、面白いことしてみ。やべ、これしくったら死んじゃい。あ、やべ、マジ終わった、スイカなし。あ、リプレイだ、これだけ言ってくれる、無理やよね、そりゃそうだよね。やだもう、これがしんどいのよブブちゃんは。あ、こんにちは、いいんですか、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。あら、めちゃくちゃくれました、美人な方が。めこれで明日まで生きれます。いただきます、綺麗な女性のリボビアンデーを飲みたいと思います。いただきます。あーやばい、めっちゃしみる体に。そしてお兄様、お姉様のおかげで次回起きました、お姉様本当にありがとうございます。あー超うまい。人間やめますか、やめたいです、このチャンスを絶対に決める。マリエ様、マリエ様がお越しいただきました。あ、さっきの差し入れくれた人マリエさんやったんや。マリエさんありがとうございます、あなたのことをずっとマリエ様とお呼びします、本当にありがとうございます。ここでのマリエ様むちゃくちゃでかい。投資39000、バカ野郎。あ、すいません、4万円ですね、いきます。マリエさん大チュキー、もうここで決める、絶対に決める。 V を狙うだけで大チャンスですよ。ああ嘘つき。あ、ちゃうわ、善役が大チャンス、レア役が激アツ V の連発でチャンスでした、すいませんでした。待って、レア役くれ、頼む、レア役ちょうだい。ちょっと待って、これ外したほんまにやばいで、今日ほんまにやばい。ナイスや、うわ、ありがとう、ありがとう、やっと入った。あ、やっと入りました、4枚目ちょうど4枚、怖いわ。行ってきます、ゲダン、お前さやめて、うわーきっちり。
それはきつい。ちょっとそれはきついっすね。だいぶ心折ってくるよね。大丈夫ですか。ちょっとひどいですねこれ。すごくまずいです。でもマリエさん、マリエさんと実写版のマリエさんのお差し入れで絶対に通るはず。ちょビールも入ってたんでこれ通れんかったら俺ちょっとビール飲むかもしれないです。あ、そうです、すみません嘘です、すみません、行ってきます。まあ真ん中でしょ、バーカ真ん中ですから大丈夫です。あーん、怖いからやめて早く。あぶ、とりあえず咲いた。右サイド、ええやん、ええやん。そういうことなんですよ。 V、V、V、プッシュ、レバーオン、こういうことです。ありがとう。で、真ん中でしょ、もらったよ。中が大好き。気持ちは入れました。ってことは中で来るから。うわ、マジかよ。俺さ、これさ、しくったらさ、マジで心に来るんやけど。お願い、お願い、お願い、お願い。しゃ、よかったアップで、ね、やってくれました。いい方のできるが来ましたね。それでは行ってきます。あー耐えた。で次は3つの部位をねお点灯させてみましょう。とこの3つの部位をお点灯させたら 90% の終わらない夢のような時間へと行きますよと。でここでも V 取っちゃうときも、おいマジ、え、あれ俺ダメやと思うんやけど、ここでさ赤取ってさダメでしたわ、俺よくないと思う。ごめんなさいね、そんなん余裕であるよって普通にあるよおじさんが言うと思うんですけど、弱視やけど期待した俺。あー今日どこないと無理っすよみたいな感じでしょ皆様からしたら。いやこれをドキドキしなかった終わりです。だから俺ねパチンコスロットの知識入れたくないんですよ。パチンコスロットって知識半分ぐらいのが面白いですから。知識ないから言い訳してんちゃうで。1ゲーム目、違和感を探せ。うわっしゃー、これほんま何回浴びてもいいよねこのブラックアウトは。しかもこの123今岡店さ店内暗いんですよ。このブラックアウトが全身に響いてくる。あと2つやから4万円入れて1枚も返ってけえへん、それはやめよう。安心安全の1ゲームでいってください。ないかそれは。挟んじゃう。2ゲーム目、いやーいけるいけるいける、ブリ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 チェリーです、ありがとうございます。あと1個、あと1個絶対に取る、絶対に取ろう、絶対に決めよう。これはほんまにここまで来て死ぬのはほんまにやめような。それはないです、さすがに。1ゲーム目、2ゲーム目にいってるわけやから、次3ゲーム目でもおかしくないけど、俺は1ゲーム目に決める。レア役で、しかもしかもレア役で。あー早いなー、あと1ゲーム欲しかったな。絶対いける、これいけば超です。安定したら超。うわうわマジ、ここまで引っ張る。ラスト1ゲーム、うわ、うせやろ、もうしんどいってそれ。よっしゃー、残り1ゲームでこれはマジでしんどい。あかん、ほんまにしんどい。428万円。先生、履歴は大事っす、やっぱり。ですが引き戻し66ゲームあります。ちょっとマジで引き戻し、あと1個はないで、ね、これはマジで引き戻さなあかん。マイゲーム85分の1。よっしゃ、まあこんだけ入ってたら早めに来てくれる方が嬉しいんで。早かったね、よかった、ありがとう。ありがとうじゃない、ありがとうございます。147回転、157回転か、さきちゃんか。この持ち球で捉えたら本当にでかいよ。いやこれ決めなあかんわ、ちょっと。店内ツイート完了いたしました。そして残り7ゲームでのさきちゅわー、なんやねこれ、何回繰り返すねこれ。いいんだ別に、俺なんて負けて当然の人間やから。俺はただの養分、お金がない時にこういう台座ったら、こういう台に座ったら夢が儚く散るというのを
お送りしております。皆さんどうですか、気持ちいいですか。気持ちいいでしょうね、人が負けてる姿は。僕もそうでした、最初ジャイロ意見が出始めて、ジャイロさんを見てるときに負けてる姿を見て、そしてジャイロさんが僕ら打ち手の気持ちを代弁してくれて、あの狂吉見たね、もう本能だけで YouTube を出しているあの時を見て育ちましたから、僕はあなたたちの気持ちは分かりますけど、2枚は返してほしいよね何がおもろいんじゃい。ギャラいくらかな。押してみろ。でもな、200のゾーンでガシガシ入るけど、どうなのこれは。君は今じゃない。ここならまだ有効やった。いや違うん、それ無理。やりやがった。おっしゃ、250のところで当たりましたね。赤がここに止まってくれるんです。斜めやんな。やだんこいつ。てかさ、俺一発目ガクンってなったやん。あれでもこれなんやな、決戦。俺さ、この子やらかしそうな気にするわ。くれよ、なんかちょうだい。5万1000円で決戦ボーナスかい。一発で終わるのやめよう。ナビが真ん中に来れば俺の勝ち。これなんかくれよ、こんなところで引いてんやからよ。ここは1杯分ぐらいくれよ。よし、もうサクサクいくよ。俺、僕は男やからサクサクいくで。サク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 さんや。あ、右でしょ、右ナビでしょ。これ一発目で来るよ絶対。見といてみ、なんでかわかる、男やから、うん、男の子、うん、男の娘って書いてる方の男の子やからね、缶の方じゃないから。いやいや、でも右ファーストやってよし意図せぬレバーオンでした今当たりましたさあ行こうかん時にバンって当たってもうた。絶対掴む。ここまで来たぞ、さっきもここまで来た。行ける、行かれへんはずないやん。絶対行くから。よっしゃやっときた。5万1000円返していただこうか。5万1000円、5枚と小1返してもらいます。それでいきます。そうやね、ここまでは1点さっき2550枚で。バカじゃないの、パチンコでもまああるかこの時間で5万1000円あるか。あるわ、当たりなし1000ハマり、単発後の1000ハマりあるわ。なこいつが悪いわけじゃないんや、俺が悪いんや。じゃあ、あ、確かにあるな今のスロットは。じゃない、今のスロットパチンコはじゃないわ、今の時代はや。全然ありますわって思ったら、俺がその時代についていけてなかっただけやから、今から時代に食い気がれてもらうね。下からそうか。いや、ちょっと待って、めっちゃ追い込まれてるやん。いや、マジかよ。待って、レイクレイクレイク、これで終わったらほんまにやばいから。ほんまにあるやん。だから嫌やねこれ。俺やめようかな、マジで。ほんまに229枚っすよ、あれだけ騒いで。やった、大の大人が。ネギビキいや、めっちゃ引っ張られるわこれ。もう嫌や。いや、軽いのは軽いねんな、腹立つぐらい。やっと来た400ゲーム。ちょ、これこのまま出ないっす。お昼行ってきます。お昼の店内ですが、ブーブーブーも今座っておられ、その横のからくりまでほぼ満席ですね。モンキーターンも前代満席と。
で天然ですね、乙女で寝台のガルパン、マグロスフロンティアも満席でございます。で ここの北斗が強くて、北斗まあ今これ休憩ってますね、8割稼働しております。でやっぱり岩岡さんといえばジャーラーですね。マイとアイムがえらいことになっておる。面白い付き方してますねやっぱり。で普通の A タイプにもお客さんがちらほら座っておられて、なんと素晴らしい状況なのですかといったところで、何ですかこれは。4月の17日に何かが起こるらしいです。誰かが誕生日らしいので、まあ、ああいうのも視野に入れて4月の17日誰かが16歳のお誕生日らしいので、ぜひとも一日さん岩岡店様これからもどうぞよろしくお願いします。では僕は革命ボーナスに戻ってきますので応援してください。革命ボーナスからもうここボボにすら無理です、本当に無理。殺しますわもうこいつ。あ殺すとか言ったらあかんのか。いやー面白い。ちょっと待って待って待って、マイク落ちた、マイク落ちた、マイク落ちた。チャンス目でいい。あーいい。でもは皆様ご存知、サバイエ666まで行けば超革命ラッシュです。はい、でこれで4回目かな、まあ、ここ超えたらめちゃくちゃでかいけど、まあここで終わりますよ、全然 OK。 あれさっきのスイカもらってる、めちゃくちゃよろしいやん。ちょ嘘でも超えてほしいマジで。にゃんで残り10ゲームで200、ほぼ200、おほほほ。共闘でも全然いいんやけど、どうする。うんそれは仕方ないね、全然でも OK。 来よるよね、来よるよね。そやろ、それは良くない。てか正直さきちゃん2回絡ませといて行けへんかったら俺ほんまにもうおちんぼうちょんげるかもしらん今日。これ大丈夫、あと一発は抑えないやばいよね、ロックかけないと。あと66枚、最悪。かわした OK、 とりあえずかわした。2回、さあと、あと2回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 、6かかった勝ち、6かかった勝ち、6かかった勝ち、なおし、あと1回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 、OK いった、よかった、やっと行きました、6万6000、何時今、時刻は3時、6万6000、初めて超行きました、皆様、お待たせして本当に申し訳ございません、やっと行ったよ、待って。出たよこれを、どれだけ待ったか。皆様歓喜のお時間です。あ違う違う違う、ごめん間違えた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 、ごめんごめん、超じゃない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 、あのねごめん、ほんまに今ただ AT 入っただけなんですよ。でお昼行って頭がバグってる、ごめんなさい、ここからです、ここから3つ溜めて、超です。あ頭おかしなってるわほんまに。とりあえず一発目は取ります。うん全然何も問題ない、だって底落ちしてんねんから、そっから底落ちおかしいから。よっしゃもう2個目取って許したるわ、1回一発に2個目を取ったら俺は許したるから、とりあえず違和感くれよ俺に、じゃないと納得できひんって。お前ほぼ信じて終わっていいのかって俺はこう言いたいですね。よっしゃ無音になったね今、ぶち込むになりますから何の心配もない、さっきここで終わってやります。これで終わったらおかしいから絶対行くよ。よっしゃ、ほら行った。これが正真正銘の皆様、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれまへんな。超入れたりました。ぶち込みました。ねじ込みました。やっぱあの時に休憩行って大正解。超行きました。それでは行ってまいります。うわ、ぶっ飛ぶ頭。頭がぶっ飛んじゃう。ここにぶち込むためにバルブレイバーたちの人たちは大切なお金を打ち込んでるんですよね。その気持ちしかと受け止めました。とりあえず俺は1300枚です。ちょっとね今分かってんのにドキッてなった。6万6000円が4万6000円になりそうです、負けが。うんめちゃくちゃ負けてるよね。それでも違うね、あと6ゲームぐらい。何してんねん、無理やん。失礼いたしましょう。このストックを続ければ終わらないという夢のような台です。なのでレア役を引きまくりましょう。最高、よし。ただアホみたいに何ねーって打ってても何も起きないですよ。ちゃんと考えて打ちましょう。バルブレイブはほんまアホみたいな顔して打ってる人おるんですよ。って打って打ってる人ほんまにおるんですよ。それやめた方がいいですよ。何も考えずに打つ人は
かコンプリートなのでできないですから、こういう風に僕みたいに考えてね、あーここのレバーオンは下からやなとか、ここのレバーオンは左からやなとか、こういうのを考えていかないとスロットは勝てないです。それでは行ってまいります。考えて下から行きますわね、わかります。考えて下からレバーオンしました言うた瞬間これですよ。これがエンジャーってやつ、わかりまっか。いただきます。8連6万円入れて8連、つらまったまったありがとうありがとうさん、ありがとうありがとう。はい、あ、ちょっとずれてましたね、失礼しました。はい、おはようございます、ジャイロ意見のそんまりでございます。本日は123岩岡店さんでお散歩させておる、さあ噛んじゃった、お散歩させていただいております。で、前回ここでブーブーの聖地ブーブーを出させていただき、なんと3000枚のプラスというところで、僕ね勝ち続けたくないわけですよ。でもなぜか勝手に勝利が舞い込んでくるので、今日はねちょっと一旦お返ししに来ようかなっていう気分で来ました。そうです、勝ちに来ました、申し訳ございません。今日もねちょっとパチンコを見たいね、スロットばっか打つわ、ブーブーばっか打ったら、まあ、頭おかしいんかって思われるかもしれないですけど、まずはちょっとブーブーを見て、そこから、まあ、ちょっと外してしまったら、まあ、体感的にこれダメだなって思ったらまた違う台に行きたいと思いますので、どうぞ皆様皆殺し。本当に勝ちたいだけで来ました兵庫県まで。何を言ってるのか僕も分かりません、あんまり頭回ってません今日いや、いつもでしたね、失礼しました。それでは君たちの期待と僕の運命をかけた実戦開始まで皆殺し。にゃーん、にゃーん、猫ミームです。それでは、2代目ですね、2代目からくりサーカスですね。まあ、別にそんな悪くないんじゃないかなって今トントンぐらいですねっていうからくりサーカスに座りました。じゃあゼロゲームからいきます。それではからくりサーカスのスペック紹介していきたいと思います。大当たり確率、まあ、AT 設定1で、AT の初当たり564分の1となっております。で設定6で447分の1と、で機械割りの方が設定1で 97.5、 設定6で機械割りの方が 114.9% とほぼバルブレイブと変わりません。ですが僕はバルブレイブとカラクリサーカスどっちが得意なのって言われたら、僕は絶対にカラクリサーカスが得意で、ゲーム数ですね、ゲーム数消化をしていってチャンスゾーンを目指して、そのチャンスゾーンで、レア役ないし子役を2連続引いて AT につなげましょうという題になっております。で AT に行くと、劇場ジャッジ、3つ貯めて運命の一撃で上位 AT につなげましょうねという題です。まあ、設定判別ですね、設定判別は、終了画面であったり、まあね、僕一番大事にしているのは通常時のスイカからのマークアイですね、通常時のマークアイチャンス、こちらが、高設定一度打ったことありますが別格でした。お兄さんこれすぐ当たりませんでした？すぐ当たって、え、残ってたんですか？初心者でいつもパチンコです。あ、ちょっと何年かぶりというか、あ、そうなんすね。初心者から身内恥ずかしいからちょっと、いや全然、自分のお金なんで好きに売っていいんですよ。ああいう文句言う人はねちょっと頭がおかしいんで大丈夫です。いやー、やっぱそうやねんな。聞きましたか皆さん、やっぱりねパチンコ売ってて今の時代爆裂すぎてスロット打つ方が今増えてるんですよ。だからこれが僕ずっと言い続けてたことなんですよね、まだパチンコ売ってんの。6万6000負けてるんで偉そうなこと言えないですけど、勝ちやすいんじゃないかなって。でやめ時もしっかりしてるじゃないですか、回りすぎたらやめれなくなるしやめにくくなるし、それだったらちゃんとさっきのブブブみたいにやめれるところをはっきりして、こうやって大道を次できるっていうね、立ち回りやすいんですよ。でパチンコだとやっぱり設定が見えてるのと一緒な分、これ幕開いやな、E 台は取られたらもう開かないの でこいつは分からないわけですよ。今のスイカで行ったのかさっき煽ったやつで行ったのか、あのスイカで行ってくれたらねあれなんですけど、チャンスゾーンです、魔界チャンス設定差ありますね、いきます。
で、このチャンスゾーンは、普通の子役じゃなくてレア役行かないとダメです。その代わりレア役行けば問答無用で AT に行きます。たまにね、何も聞いてないのに生きる時あるんですよ。でもここでレア役って相当しんどいんで、チャンスベルでもいいよね。なかなか難しいです、ここで引くのは。で、このライトが紫ならレア役濃厚です。で、ここが開いてエレオノールがいればチャンスとかね。引けないってそら、さすがにこれは仕方ないです。で、ここ、あ、ちょっと待って、こんなに次回は2回目は3回目天国濃厚だから3つですね。あ、3回目までのうちにどっかで天国来るよって。で、やめ時としてはこれね、もう5回先まで決まっちゃってるんですよ。なので、一発目に天国飛んできてもその次が関係なしにこの表示の2回目の天国やったかもしれないし、でも天国2回連続でさすがに来らんやろっていう考えの人はもうそこでやめても OK です。まあここで当たりましたね。で、カラクリサーカス1100超えて当たると次回天国濃厚の恩恵がございます。まあ、実質回してるのは756なので別に辛いのは辛い、恋持ちえぐいし、トータル、天井まで行くのに1500枚ぐらいから1200枚持ってきて追加投資で200枚ぐらいしてるのでしんど。これもう一個いったら直帰とかあったっけ。すいません、あのボタンがなかなかめったに出ないので分かりかねておりますが、ペーシおめでとう、ありがとう。ちょっと待って、あの先生すいません、タバコさせてください、これ無理。それでは行ってまいります。本日初のチャンスゾーン一発で決めないと死んじゃう。あら、一発で決めないと死んじゃうって言ったらリプレイ来てくれました。この次に子役を引けば、子役以上を引けば大当たりです。引いたら乾杯していいですか。いいですか。坂崎のおっさん頼む。うわ、しんど。坂崎のおっさんするんじゃなかった、いらんことした。これはもういいやん、行って、これはもう一発で行ってもよかったんじゃない。すいません、チャンス目じゃないでもいいですね。もう1位狙います、青です。下段で青が止まればラッシュの子、 AT の子です。うわ、くっそ、しんどい、しんどすぎる。ラストです。1500枚近く入ってるからね、君分かってるよね。いやー最悪、しんど。あ、びっくりしてるわみんな。はあ、しんどいわ、ほんまにしんどい、もうやだこれ。ちょっと待って、これ一生入らんかも、くちゃくちゃすぎて。だって触った感じがめちゃく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 ちゃ。これいったら俺は通せる、いけるね、 OK。 あのさっき言っとくね、この1枚なくなったら俺もうないから、もうほんまにごめん、ほんまにごめんなさい。あ、ごめんなさい、天国じゃなかった、ごめんなさい。そうや、300や、申し訳ないです、申し訳ない、カットしてみてください。はい、すいません、300でした、申し訳ございません。君たちは僕のこと許してくれる、うん、ありがとう、許してくれて。いきます、ここで揃ってくれたらまだ楽なんですけど、なかなか。もう行くわ、とりあえず AT かな、話はなんか、うわしんどいわマジで。チャンス目ください。あ、そう、なるほどね、下でも青狙います。バカ野郎、きついわ。うわ、一回転ずれてるしよ。いきます、青、うわしんど、もう無理やんって思った時にここで引けば大丈夫やから、もういけるわ、ありがとう、ありがとう。もうこの時点で核です。で、ラストゲームで子役を引いてるので AT です。長かったわマジで。追加投資が5000円、3750枚やって、えぐ。さあ行きましょうか、とりあえず AT、 とりあえず AT 引っ張ってきた。ここでレア役バンバン引いてください、お願いします、本当にお願い、本当にお願い、本当にお願い。これでもまだスタートライン立ってませんからね俺、申し訳ない、みんな僕の負ける姿を見たかったと思うけど、もう本当に申し訳ない、もうやだこいつ。で、マクワイ、ここで出会い役を引けば引き戻しです。今まで引けへんかったらここで引けよお前。ああもう全然無理、もうほんまに嫌い。
もうスマスロー嫌い。あ、次回は2回目天国濃厚です。でもね、この台へこんだら次戻ってるんで1200〜1300枚は出そう。何かしら。100何本 ?95 か。チャンスゾーン決めた。1、2、3、レバーオン。 OK です。ありがとうございます。うわ死んだよ。なんか鬼レベル1級みたいなね、ハムけどババアとかジジが言ってくるんですよ。こんな感じでこいつの歯ないばー。いや、チャンス目や。くっしゃ、よかった。ハムけどババアとかジジとか言いましたね。すいませんでした、申し訳ございません。あれはそうです、あの夢の話です。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じです。あーよかった。ちょ、返せ、僕のお金返して。4000枚でいいわ。でも4000枚で許してあります、僕は。うん、 AT 入ります。上乗せありません。バトルありません。僕どうしたらいいんですか。で、ここのゲーム数でも行ってない。これマジで嘘でも止まってくれないと困るよ。ちょっとこれ動画長めにするためにここで僕15分ぐらいこのままにしとこうかな。失礼しました。できます。よかった。金はつかんけど初の上乗せ。こんなんで喜ばなあかんの俺。ほんまにやだ。マジでギリギリの戦い。なんじゃこれ。何がおもろいね。いや、ここ行って負け出て取れませんでした、わかんねえ。行きませんはちゃうやろっつってんの。終わりました。レアで行けばいいから。ただややこしいから弱チェ。うわー、行き弱い。ジャイロ技研のジャイロです。うわー、ちょっと待って、これさっき取りこぼしたがスイカから幕が入ったな。やっぱり俺さ、これまあ負けてますけど、まあ、ブブブブの分抜いてね3万ぐらいマイナスやけど、俺接点あると思うんだけど、これが演者さんってやつです。これが軽い手間で入れたお金の力です。それでは行ってきます。しかもこれ劇場ついてくる。最高。やりやがった。ここで投資の方が、なんぼや、93,000円。バカじゃないの本当に。バカ野郎ですね本当に。いけてますね、いけてますね、いけてますね。いい音聞こえてますね。それではいきますよ。強者が飛んでくるよね。飛んでこなかったらおかしいですよ。ではさ、劇場ジャッジの抽選すら行ってないもんな今日。やばすぎだよ。あー、結局これだけ入れてこうなるのがスマスロです。いいことばかりじゃないよっていうね。これ検証しちゃう。あかんわ、なんもなし。得意の幕は、俺なんかボタンブルってんな思って今レバーオンした瞬間。天才がいますここに。引き戻しました。行ってきます。2以上出ました。やっぱ1は使ってないってことなのか4、5なのか何とも言えませんが、あと4ゲームでリアイク引けば、はい、ダメですね。デフォルト多分これ俺テックやと思うねんけどな。お堅いなんかマジでけえへんからな。当たってでもほんま来ないっすよ。めちゃくちゃ珍しいの見えたな、うん、俺の10枚でよかったねみんな。俺が5000枚入れたおかげで赤タイトルっていうの見えたねみたいなね。ナイス。はい、外れ。行く。よし。青で行こうも思いましたけど挟みました。長えよマジで。261回転。すいません、なぜか落ちました今。そして僕の AT も落ちるという前兆でしょうか。絶対終わらないですよ。オッケー、特化像来ました。ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまにうるさい。あ、すいません、勝手に下げちゃいましたお客様の。いや、違います違います、僕じゃないです。隣の方がうるさいって言ったんで
避けさせていただきました。申し訳ない。ここよ、ここでレア役よ。50引いてだんだん。俺ちょっと待って、すごいところで音量下げてしまったな。すいませんでした。いや、うるさいとかじゃないんですよ。多分お気づきになられてないのかなという感じです。80万に増えた。 OK、 ナイスや。引き、レア役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 、もうリズムでいくわ。はい、あい、あい、2役です。とりあえず140ね。ギーさん少なすぎる。140枚。でも250枚まで増えましたね。もうここに頼るしかないんか俺は。ほんまに何も来ないよね。あれカピタン、おいカピタン、あかん、頼むカピタン。俺もう坂崎のおっさんになるわ。怪獣くー、頼む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 。これはいける、絶対いける、とりあえずいける、いけないはずがない。え、逃げまたる、復活やろ。おいっすー、いける。このまま時期を俺が操ってやる。ここのお店全体の時期を俺が操る。絶対にもらう。さあ関係ない関係ない関係ない、全然いける。はい、いただきます。ごちそうさまです。いや死にたい、今日は無理や。何しても坂崎のおっさんしても無理やった。もう無理や、あかんわ、もう無理。今日もう分かった、今ので分かった。初めてのねジャッジ、劇場ジャッジ来て、あれで無理なら無理やわ。こなしたあかん、普通にな。皆さんちゃんとパチンコ外行かずに働いてください。それが一番賢いです本当に。ああ、いいやね、ただの、あ、取ってる、 40% 取ってる、 40% から 40% 取ってる、 40% から 40% 取ってる、 40% から 40% 取ってる。おらっしゃーしゃっしゃ、弱者で上がったな俺。そこからのカバンチャンスベル9割超えじゃん、こんなもん。おばはん、さようなら。絶対決める、やって思って、さっきの持ってなかったけど、とりあえずリプレイから引こう、リプレイから引こう、リプレイから引こう。挟む、おいっす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 、大丈夫大丈夫。お前さー、こんなもん一トンで、ごちそうさまです。嘘やろ嘘やろ、マジもう無理、うん、もう無理っす、もう無理、今日無理、マジで無理。で1ゲーム目にリプレイやろ、もう無理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 、今日無理っす。はいはいはい、はい、もう2回バトル行ってもう1回も取れるともう無理、もう今日そのそういう日は無理。あの行く時って勝手に取れるんですよ。はい、上乗せ、3桁ちょっと待ってくれ、話が変わった、すいませんでした。申し訳ない申し訳ない、強調で、はぁ、これは一応取っとくわ、一応嬉しないで、全然。だってさ、人生のね、無駄な時間を過ごしてるわけですよ、こんなもん。パチンコスロットなんてね。で、どうせ、まあ、ここには勝ちますよ、ここには勝ちますけど、どうせ勝てないんですよ。うん。1個も取らずに終わるから、見といてください。はいはい。何したいの？外れで何したいのこれ、もうどうせ最後まで、最後の引き方無理なんやろ？そういう引きがなかったら無理なんやろ？ここでレア役引いて無理なんすもん。じゃあここで行かなあかんねやろ。あ、すいませんでした。申し訳ございませんでした。行きました。失礼しました。で、200枚乗してからの、で、ここで、ね、スケベ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 見したるわ。引き見らに。スケベ見したるわ。見てみ、このスケベな顔。俺今からなんかすんでーって。お前スケベ見て、私なんかされますわーって。うわ、スケベ。君らには半端だ。早い。100やね。さすがに。これで300枚乗りました。え、あなたたちこんなんで満足してるんですか？俺全然満足できへん。なぜならここに0出しても俺投資足りてないから。全然ここが4000ってなってるんやったら、まだ200枚負けかで終わるけど、絶対無理やもん。勝たしてくれるんですよね、カピタンさん。ここで来たってことは、あれだけ煽ってきたってことは、あれだけさっき読んできたってことはくれますよね。ドン、おわ、2回バトルはいったね。2個目いきます。
絶対いける。正直ここで取ったらマジで3つ目いけるから。で、ナビ出しでしょ、リプレイ。うわきついけど、オッケー、いきましたね。これが演者ってやつや、わかるけ。で、無理無理やった、私もリプレイ引いてたからいけてましたと。うわ、エロ見てください、見て、こんな顔近いことありますお姉ちゃんと。ごちそうさまです。でかい、やっと捕まえたぞお前。ほなサイなら、どうせ行けへんねやろ。はい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 、こうやってね、文句ばっかり言ったらね、通るんですよはいはいはい、まあはい、リプレイとかも関係ないの。だってさっきさ、俺さ、リアクリーで無理やってんで、はいはい、さようなら。いや、心が痛い。よっしゃいったー、やっといった僕、前回、いつやったか忘れたけど、力こり打って、3つ目いかなかったんすよ。初めて行った動画で、嬉しい。ハッピーハッピーハッピー、にゃ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 。よっしゃ10枚入れた甲斐があったぜ。やっとやっと10枚入れた甲斐があった。10枚ですよ皆様、頭バグりますよ10枚も入れたら。人はハーレクイーン誰ですか真っ白ですね。ダサーダセーハーレ。おい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 、下パネ消灯しちゃってるよそらね。カラクリサーカスをぶっ壊す。うほほやる気満々やる気満々先生。おいおいおい、はい、これが演者ってやつですわ。わかりますか。それではいきます、皆様、せーの。今の猫ミームです。僕あの猫が大好きです。さあ行きましょうか、絶対に決めようね。まずは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 こんなもんね。ここです、見てください皆様。ナイス、ウメレさん。何かというと、ここでバーが狙えてくるんです。青、緑、赤、金とあります。もう金出れば OK、 赤でも OK。 何がそう、ここに発生か、超カラクリ、ここに書いてますわ。もう狙い発生で超カラクリ昇格のチャンス、ここにビターッと止まったら超カラクリチャンスアップ もちろんある。あんな白いのではダメ。もうこのもう、おい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 、上位いったんやけど、やりやがったこいつ。これわざと外しました。で最後にボタン出てくるんですよ。これが気持ちいいねこれが気持ちいいねこれが気持ちいいね、最高。おおぶっ壊しちゃいますわ、ぶっ壊しちゃいますわ。あのね、パチンコスロットしてない人、人生損してますよ。で、俺とここです皆様、ここなんです。約 50% ぐらいって言われてる。うわー、運命です。もう僕の運命決まってます。僕が5000枚まぐれるが決まってます。あれ、ちょっと待って、ストッカーあんの。ストック持ってたん、それはまだ話変わった。今の感じ返して結構ね、あの時横が来るんすけどね。最高やんけ、これチンスメやろ。これ取った方がでかいぞ。おい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 、あ、違う、1対1対1はこいつの場合か。いや覚えてない、瞬間移動したい。アンチコメントから、おら来い、おら、レインボーでもいいよ、大丈夫です。100以上やから、俺は引き勝つ。おら見ろ、360円、めちゃくちゃでかい。あの1個のせの150、あの150ゲームマジででかいわ。だってもっぱつ300飛んでくる可能性も全然あるからね。上がってくれ頼む、嘘でも上がってくれ。でここに境地を集結してほしい。おいおい、めちゃくちゃでこれやから、ね、頭がおかしくなっちゃうよ。うわっ、遅いけど、遅いけどな、俺はいいよ、女の子大好き。出てくるんですよこうやって、まあ、100でもいいです、何でもいい。延命延命延命でもう完走しようぜ。
ええー、ぞええー、ぞええー、ぞね、俺はまだ満足しない。もう一回2500万いったら俺は成仏できる。ここです、僕の全まぐり。まだ2以上ですね。で俺マジでね、一番下とかはないやろ、あ、低設定はないやろなと思ったんですけど、2以上ですけど俺はもっと上あると思う。ここで僕の運命が決まります。約 50% って言われてます。まあ細かいことを言うと6の方が通りやすいそうです。関係ないから、ラストゲームに子役を引けば終わらないという夢のような台でございます。さあ行こうか。まあここでの恋愛とかも有効です。引いてた方がいい。いつも引くやん、めっちゃ引いとったやん、さっきまで。運命の一撃です。引いておきたかったけどな。もちろんチャンスアップもありますよ。赤であったり、やばい。とりあえずリプレイは引いた。1ゲーム遅い、これ次でリプレイ引いてたらいけてたんですよ。で3-2-1でいきますね。3-9-4か、3強でプレミアムパターンもあります。いきますよ、もう一回リプレイ引いていきます。9-2か、やばいなこれ。いや頼む、マジでお願い、1回だけ行ってほしい。まくれるから、死んだ。大丈夫、リプレイ行けばいい。うわ死んだわ、きしょー。ごめんなさい、オスロ忘れてました。産んでくるやろまだここで。いやーもう半分まくれただけで全然いいねんけど。半分はまくりました。天国じゃないっぽいな、やめよ。あれモチベだろ、俺2574枚って、こっちに俺300枚、あ適当に AT 値ババババババって押してガーってやったりしてたから2574枚ありました。半分返ってきました、ありがとうございました、失礼します。お、ラッキー。やっぱね、僕の現金と一緒で車とかに隠してるじゃないですか、いつもカバンの底とかに。だからこういう風に隠したら得した気分になるんで、皆様も真似してみてください。それではエンディングへ。もう真っ暗ですわ。ワン、ツー、スリー。はい、お疲れ様でした。本日は123岩岡店さんまで打たせていただき、お散歩させていただき、終始の方が、まず1台目バルブレイブ、そしてカラクリサーカスと2台打ちました。すいません、バルブレイブを打ちたい人はカラクリ行って、すいません、カラクリサーカスを見たい人は一発目にバルブレイブ行って、申し訳ございませんでした。そして投資の方が4800万円、運転半分ぐらい。回収が2574枚、収支のがマイナス2226枚となりました。びっくりしますよね、なんかね、終わった後軽傷やって思っちゃいました。思っちゃいました。パチンコで言ったら12000発ぐらいかな、12000発でも25000発入れてて12000発でマイナスで終えたら、まだあっぶねって正直なりました。10枚見れた時マジ久しぶりにゲロ出そうになりましたね。ですが岩岡店様、絶対にスマスロ、カラクリ、ブブブ、そしてジャグラーであったり 6.5 号機にも絶対設定はあるので、これ諦めへんかったらどっかで引っかかるんじゃないかなと思った通り、多分あれはマジで高設定だと思います。動き的にもそこまで下の動きはしなかったですし、やっぱ幕開がね、あれっていう風な高設定挙動も見れたので、本日は良かったかなと思います。でパチンコにもエヴァであったりリゼロであったり、でそして寝台、いろいろ座られておりました。で強かったのがやっぱりカラクリブブブですね。ここはバグレツクがマジで強い。でパチンコで嫌なって回らなくて諦めるじゃないですか、でもスマスロは絶対に1回転回るんですよ。諦めなければこういう風に半分返ってくる。そして最後あれリプレイ引いとってる、全まくりもありましたけど、僕は引きが弱いので全まくりとはいきませんでしたが、本当に怖いところもいいところも見れたんじゃないかなと思いました。最後ですか、ブブブより僕はカラクリの方が相性がいいのかなと正直思っちゃいました。なんかね、上がる感覚が違う。なんかやっぱ僕は上乗せっていう機会が好きなので、途中で上乗せ何百枚何百枚でもうバルブレイバーピション、あれも気持ちいいんですけど、僕は昔の ART 機のようなゲーム数ではないですが、枚数が上乗せされるっていうのはやっぱバックスプレート押した時に気持ちいいなと感じました。
それは個人個人の意見だと思いますので、皆様どうぞ好きな方を触ってください。今スマスロ戦国時代、あなたはどちらを選びますか。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。ハッピー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 。今年37歳です。あ、今年38や。終わってる。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで出発の時がないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で、今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。